見ろ、第三銀河系だ。やっとふるさとに帰ってこれたんだ。よし、それじゃあヘンダーソン、もう一度は空間ジャンプで一気に第三銀河系突入だ。了解、亜空間突入準備。準備完了。バーゲンホルム、ゴー。なんだなんだなんだ。強力な磁気嵐です。磁気嵐、このまま進行するのは危険です。ケーキが全く作動しません。よし、それじゃあ手動に切り替えろ。なんですって、無茶言わんでください。このまま進んだら台風の目に突っ込むようなもんです。隊長、ひとまず待機しましょう。分かっちゃいないんだな。え、磁気嵐の中じゃボスコーンも手が出せないだろ。なるほど、アルビット星に潜入する絶好のチャンスってわけさ。しかしヘンダーソン、君の言う通りだ。構わず突っ込め。分かった、とにかくやってみよう。トーマス、いいな。 OK。 あれは、ああ、アルビット星です。まるで真珠のようだわ。アルビットというのは純白という意味なんです。ソンダイク、第二エンジンの出力がおかしい。調整を頼む。了解。大気圏に突入するぞ。トーマス、コースチェック。コース、異常なし。よし、ゴOK、着陸です。目標ポイントにぴったりだ、さすが。よくやったぜヘンダーソン。しかしすごい眺めだぜアルビット星ってな。フリック、無事に帰ってこられて本当によかったわね。あ、みんなのおかげです、ありがとう。礼を言うのはまだ早いぜ、大変なのはこれからよ。ボスコーンに気づかれないうちにすぐ行動に移ろう。ヘンダーソン、いつでも出撃できる準備で待機していてくれ。了解。アルビットの町はあの山の向こうです。なんだよあの光は。落下隕石をスペースウェーブ砲で消滅させているんです。なるほど、すごいエネルギーだ。何なんだこの洞窟は。トール博士が隕石を消滅させる方法を発見する前は、危険防止のため我々は地下洞窟を交通に利用してたんです。なるほど、地下を行くならボスコーンに発見されないだろう。バンのサイズには合わないようだな。フリック、今度案内してくれるときは体のサイズのことも考えてくれよ。わかりました、バスカー君。誰かこっちへ行きます。ボスコーンどもかな。隠れろ。それさあ、
なんだアルビット人だぜ。フリック出てきてくれ。あパルチ、あフリック、パルチ君たちだったのか。脅かしてごめん。この人たちは第一銀河系からトール博士を助けに来てくれたんだよ。大丈夫、ロボットのソルだよ。この男は僕の友達でパルチって言うんです。僕はキンボール・キニスン、キムって呼んでくれ。俺はバスカークだ。ああびっくりした。いやすまねえすまねえ、ボスコーンの野郎かと思っちまってな。ボスコーン、あいつらは僕らを働かせて電気虫で殴るんです。あんまりひどいんで僕らは逃げてきたんです。俺たちが来たからにはもう大丈夫だぜ。ボスコーンなんかひとひねりだ。その前にトール博士を救い出したいんだ。それは無理です。トール博士はボスコーンに閉じ込められていて誰も近づけません。でもエキーナなら近づけるはずだよ。そっか、彼女なら自由にボスコーンに出入りできる。すぐエキーナに連絡してくれないか。わかった、行こう。うん。フリック、エキーナって誰だい。僕と一緒にトール博士の助手をしていた女性です。あれがボスコーンです。なかなか守りが固そうだな。なに、俺様の斧を持ってすればあんなボスコーンの野郎なんか。リアカーが来ます。あデキーナ、フリック、本当に生きていたのね。フリック、ガイズラー隊長にあなたは逃亡して殺されたって聞かされたわ。だからこれを形見と思っていつも身につけていたのよ。僕が初めてプレゼントしたブレスレットだね。キムとバスカークだよ。この人たちが僕を助けてくれたんだ。よろしく、キムと呼んでください。エキーナです。あ、それから私もお忘れなく、ロボットのソルです。頼りになるポンコツさ。エキーナは優れた科学者です。僕らはトール博士を助けに来たんです。なんとかボスコーンに潜入する方法はないでしょうか。エキーナ、キムとバスカークは僕たちには想像もできない力を持っているんだよ。キムたちならきっとやれるさ。なんとかやってみましょう。ありがとう。身分カードを提示せよ。入ってよし。すぐトール博士のところに案内してくれ。待って、なんとなく様子が変です。胸騒ぎが収まらない。またまたいつもの臆病風に吹かれたのか。いや、フリックの感知力は抜群だ。ボスコーン兵が来るわ。しかし、博士の部屋は？この通路、突き当たりの地下です。バン、行くぞ。出ちゃダメよ、フリック。どうしてだい？キムは？あな
なたは脱走したのよ。見つかったら殺されてしまうわ。けど僕が一緒に行かないと博士はびっくりするよ。言う通りにしてちょうだい。あ、ここだ。行くぞ。よし。どうだ博士。博士。と。これはロボットだ。なんだって？ようこそレンズマン。待っていたぞ。しまった。逃げろ。なんだまんまと罠にはまったな、レンズマン。くそ。この光はニードルビームのバリアです。下手に触れると熱で焼かれてしまう。それにしてもなんで僕らが潜入するのを知ってたんだろう。ビームバリアの中に閉じ込めたぞ。すぐにヘルマス様のところに届ける。ではトール博士を釈放してくれるのですね。何のことかな。そんな、レンズマンを捕まえたら釈放してくれる約束です。トール博士は本牧地衛星に移したのだ。それでは約束が違います。黙れ。お前たちが我々と対等に約束などできると思っているのか。お前たちは我々の命令に従えばいいのだ。私を騙したのね。すぐ探査機を飛ばしてブリタニア2000号を探させるのだ。トール博士を助けるためにエキーナが僕らを裏切ったなんて、なんてことだ。どうしよう。フリック。あ、フリック。あ、あなたは。アリシアのメンターじゃよ。では噂に聞いている最高の知恵者。そんな大それたものじゃない。わしはただの同志、道案内に過ぎん。フリック、お前に授けたいものがあるのでわざわざ来てもらったのじゃ。僕に？お前には基礎となる優れた感知力がある。それで選んだんじゃよ。でもそれは僕が臆病のせいです。それがお前の良いところじゃよ。恐れを知らぬ無鉄砲者よりただの臆病者の方がずっと勇気と知恵の正しい使い方を心得ておるもんじゃ。それでは僕もレンズマンになれるのですか。お前次第じゃ。レンズの力を正しく知り正しく使うがよい。メンター、僕は何をしたら。レンズの力が導いてくれよ。僕がレンズマンに。あ、キム、キム、どうしてる。友よ、君は誰だ。私はベランシアのウォーゼルだ。ウォーゼル、僕です。アルビットのフリックです。フィリック、君がどうして。たった今
メンターからレンズを授かったんです。それはおめでとう。心から歓迎するよ。それよりキムたちがボス校に捕まってしまったらしいんです。君は今どこだ。敵の基地の中に隠れています。それはラッキーだ。私はブリタニア2世号に連絡してボスコーンを攻撃する。その隙に助けられないか。なんとかやってみます。成功を祈るぞフィリック。エキーナどこ行ったんだい。エキーナ、これはエキーナ。エキーナ、ひどいことを。エキーナ、この敵は必ず取ってやる。どこ行くんだ。敵が攻めてきます。隕石消滅用のスペースビーム砲をコントロールセンターに連動させるんです。そんな命令は受け取らんぞ。怪しい奴め、コンテナから降りろ。敵襲、敵襲。なんだって。基地の中にキムたちがいる。できるだけ拡散してボスコーン兵を誘い出すんだ。了解。艦長たちがボスコーン基地の中にいる。攻撃は敵の砲台だけにしろ。ヘンダーソン、キムたちは無事だ。聞いたかみんな、艦長たちは無事だ。さすが艦長。よかった。ありがとうオーゼル、やはり助けてくれたのは君か。いや、もう一人のレンズマンだ。コントロールセンターに行ってみろ。なんだって。もう一人の。ソル、コントロールセンターを探知してくれ。フリック。ああ、無事でよかった。フリック、君がレンズマンだったのか。こいつは驚きだぜ。ついさっきメンターに授けられたばかりです。
それにしてもよくやったぜ。とても勇気がいりました。でもエキーナが殺されたのを見たら勇気が出て。エキーナが殺された。彼女を許してください。トール博士を助けるために僕たちを裏切ったんです。そうだったのか。で、トール博士はボスコーンの本部基地衛星に連れて行かれてしまったんです。フリック、それはエキーナのです。キム、すぐトール博士を助けに行きましょう。僕もレンズマンとしてできるだけのことはやりますから。フリック、の基地からボスコーンの機密データを入手した僕らはついに敵の本拠地を発見。ところがそこは強力な防御シールドによって守られていて、ブリタニア号では攻撃することができない。新たなレンズマンとなったフリックはシールドを破壊すべく単身敵要塞へ潜入するが、レンズマン、トール博士を救え。見てくれ。